らの皆さんの通りですので、ただいまから指定都市行財政問題懇談会を開催させていただきます。私は指定都市協会事務局長の高倉と申します。よろしくお願いします。本日は公務ご多忙のところをご出席をいただきまして本当にありがとうございます。また私どもの活動につきまして、日頃からご理解ご指導ご協力をいただきまして、改めてお礼を申し上げます。さて、当懇談会の今年度の担当につきましては、大阪市様にお願いをしているところでございます。大阪市の木下院長様にご挨拶をいただいた後、引き続きの進行をお願いしたいと思います。それでは、木下様、よろしくお願いします。失礼します。ただいまご紹介いただきました、大阪市会の大都市税財政制度特別委員会の委員長を務めております木下でございます。本日は今ありましたように担当者ということで、この会議の進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。それでは指定都市を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。本日は公務政務ご多忙にも関わりませず、我々指定都市のこの懇談会にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。また平成より大都市の税財政問題につきましては、深いご理解とご尽力を賜りまして、心から厚く御礼申し上げる次第でございます。さて、今日の地方自治体におきましては、少子高齢化という大きな壁に対して、福祉医療サービスの充実や活力ある地域社会の実現のため、地方創生の推進などさまざまな行政課題への対応を図る必要がありまして、これらへの財政需要は増加の一途にございます。このような状況の中で、指定都市は経営における中枢都市として、日本を牽引するエンジンとなるべく、経済再生のための生産性向上や、また働き方改革について先導的な役割を果たすとともに、地域住民のニーズに的確に応え、スピード感のある行財政改革ときめ細やかな行財政運営を行っていく必要がございます。そのために、真に地方が自主的そして自律的な行財政運営を行えるよう、地方税財源の拡充を推進することにより、新たな時代にふさわしい大都市税財政制度を確立することが重要でございます。我々指定都市の市議会議員も、市民とともに活気に満ちた地域社会づくり、さらには国全体を元気にすることを目指して、真の分権型社会を実現するために、今までにも増して、汗を流していきたいと考えております。つきましては、大都市財政の実態を十分にご検察といただき、今後の大都市税財政制度の拡充について、格段のご配慮をいただきますようにお願いを申し上げまして、冒頭私からのご挨拶をさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。着座にて説明させていただきます。それでは、各指定都市の市会及び市議会から出席しております議員を紹介させていただきます。順次自己紹介ということにさせていただきます。なお、横浜市につきましては、本日所有のため、欠席でございますので、ご了承願いたいと存じます。それでは、京都市さんから順次お願いをいたします。はい、京都市会議員の宇佐美健一でございます。本日もよろしくお願いします。大阪市会の大内啓司でございます。今日は貴重な時間ありがとうございます。安倍政権ね、いろんなことをやって、私よくやってると思うところもあるんですがね、
一番ダメなのが地方分権なんですよ。当時教会区地方創生なんて言ってますけどね、あれは小金をばらまいただけで、地方分権だとか大都市の税財政についてね、画期的なことは何もやってない。だからもう彼も最終ラウンドですからね、安倍さんも。これこの3年でしっかりそれをやらせるのが私の役割じゃないかと、こういうのを思っております。再開が今年は多ございましてね、明日実は参議院で総務委員会があるもんですから、また総務委員のもんで質問するんですけどね、そのお金の問題で国の方が補正予算を2回組むんですよ。だから国の方が出すお金は私はほぼ十分だと思うんだけど、これ受ける地方の方がね、上の負担はほとんどないんだけれども、災害対策はいろんなやることがあるんで、そのお金の手当がいりますよね。まあ一つは特攻ですよ。特攻はね、東日本大震災の時も5000億ぐらい追加したんです。まあそんなにはできませんかね、おそらく。だから何らかの形で特別工程を増やして、それをその災害があったとこに、地震があったとこに回すということがね、まあ一つあるし、それから地方は単独でやらなきゃいけないことがある。国交上の対象じゃないことがある。その国の方の要件に当てはまらない小さい事業をいろいろやらなきゃいけないんですよ。そういうことのね、財源手当をね、しっかりさせる必要があるんじゃないかと。国の予算は十分だけど、対する地方の予算が不十分なら動きませんからね。そういうことが一つ大きな課題だなと思っておりますので、どうか一緒にやりましょう。今日よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。